日本で大正時代が終わろうとしている頃、中国では派閥による争いが起きていました。特にこの時対立が激しかったのは風玉将と張作霖で、風玉将は一人では対応できないと考えていました。そこで頼ろうとしたのが孫文です。彼を呼び寄せて張作霖に対抗しようとしましたが、孫文は北京に到着したところで病死。風玉将は事態の打開に失敗してしまいます。そこで次に目をつけたのが張作霖の配下の軍人郭昌齢でした。彼は張作霖に不満を持っており、私は内戦をやめるべきだと思っている。それなのに張作霖は戦いをやめない。しかも張作霖は日本とつながっている。張作霖はもうダメだと考えていました。これはチャンスだ。そう考えた風玉将は郭昌齢と連携して張作霖を倒す計画を立てました。こうして風玉将の仲間になった郭昌齢は張作霖排除のために動き始めます。その激しい攻撃に対応できず、張作霖の軍勢はどんどん後ろへと追い込まれ、本拠地である奉天にまで追い詰められました。さすがの張作霖ももはやこれまでと考えて降参する決意を固めるほどだったそうです。しかしここに思わぬ勢力の介入が入ります。関東軍です。関東軍というのは日本が満州に置いていた軍のことです。この頃の日本は表向きは中国の内政には干渉しないと言っていましたが、軍勢が満州に攻め込んできたとなると話は別です。しかも関東軍は張作霖を支援して満州の権益を守ろうと考えていましたので、張作霖が負けたら困ります。ということで関東軍は張作霖の支援を決定。南満州鉄道の付属地付近では作戦行動を許可しない、満鉄付属地から離れろという警告を発しました。さてこうなると情勢は一変します。地図を見たら分かる通り、郭昌齢の軍勢が奉天に入るためには満州鉄道を越えなければなりません。つまり張作霖は満州鉄道という鉄壁のガードで守られることになったのです。先に進めなくなった郭昌齢の軍は身動きが取れなくなって敗北、捕まって殺されてしまいます。それどころか北京の風玉将は奉天派に攻撃されてソ連へと亡命。こうして関東軍の介入によって奉天派が勝利して、張作霖が北京政府の実権を握るようになりました。それでは視点を中国北部から中国南部に移していきましょう。孫文を失った国民党の中華民国はこのタイミングで体制を整えていきます。孫文は生前から革命は3段階に分けて行われる、まず軍政期、次に君政期、最後に権政期へと移り変わっていくと主張していました。つまり突如共和制を取り入れるのではなく、段階を踏んで取り入れるべきだと考えていたのです。これまでは関東軍が政治を主導していたため軍政期に該当しますが、孫文が死んだこのタイミングで君政期への移行を図ります。君政期というのは指導政党が政治を主導する段階です。こうして関東に中国国民党の指導と監督を受ける国民政府が樹立されました。そのようにして成立した国民政府は国共合作といって、国民党と共産党が協力する状態にありました。つまり国民党の中には多くの共産党員の姿があったのです。しかしその数があまりにも増えすぎており、国民党は共産党に乗っ取られつつありました。例えば蒋介石が孫文の意思を継いで北伐をすべきだと主張すると、共産党は北伐は時期尚早であると主張するなど、共産党を制御できなくなってきていたのです。そんな時にある事件が起きます。中山艦事件です。中山艦というのは国民革命軍の主力艦の一つです。ある時この中山艦が不審な行動を取りました。蒋介石の許可なく動こうとしたのです。何かがおかしい、そう感じて危機感を強めた蒋介石は、これは共産党のクーデターだと判断、戒厳令を発動して軍を動員し、共産党幹部やソ連の軍事顧問たちを拘束しました。この事件をきっかけに蒋介石が国民党の実権を握るようになっていきます。すると蒋介石は共産党の席を持っている人物は国民党の幹部としないという決まりを新しく作成。これによって国民党の要職についていた共産党員はその地位を追われます。代わりに要職についたのは蒋介石と関係の深い人々。こうして党内に権力基盤を確立した蒋介石は北に向けて進軍を開始、
権力分散状態にあった中国の統一に乗り出していきます。ついに北伐を開始したのです。蒋介石の軍勢は破竹の勢いで進軍を続け、周辺にいた軍閥の勢力を圧倒。しかもソ連に亡命していた風玉将が帰ってきて国民党に加入するなど、追い風の出来事が続いていきます。ついには蒋介石自ら軍を指揮して戦いに勝利、快進撃を続けていきました。ものすごい勢いで北伐を進めていく蒋介石でしたが、彼は軍権だけでなく政権をも握ろうとしていきます。しかし共産党からすると蒋介石が力をつけるのは困ります。ということで蒋介石の独裁に反対する人々を集めて武漢への遷都を強行、共産党を中心に蒋介石に対抗して武漢国民政府を樹立しました。一方蒋介石の勢いは止まりません。ついには南京を陥落させるまでに至り、1年も経たずに中国の南半分をほぼ制圧したのです。しかし蒋介石による北伐が進めば進むほど中国共産党の活動範囲も広がります。共産党は北伐を進めた地域で民衆を扇動し、労働者のストライキを起こしていました。それだけなら良かったのですが、共産党による反帝国主義運動がエスカレートして、外国の施設の破壊や外国人居留民への略奪などを行うようになったから大変です。アメリカやイギリスは共産党の拡大を抑えたいと考えるようになりました。そのような状況で国民革命軍が南京に入城すると、一部の兵士がアメリカ、イギリス、フランス、日本、イタリアなどの領事館や居留民を襲撃、暴行、破壊、略奪行為を行って死傷者が出ました。もちろんですが列国は起こります。領事館や居留民を襲撃するとは何事だ、国民政府はどう責任を取るつもりだと詰め寄ったのです。しかし蒋介石はそれらの襲撃は国民革命軍の仕業ではない、共産党勢力の仕業だと言って弁明。もう我慢ならない、蒋介石にソ連と手を切らせよう、そう考えたアメリカは蒋介石に財政援助を与えて共産党を弾圧させようとしていきます。そんな時に上海で共産党が武装蜂起を試みました。アメリカからの援助を受けていた蒋介石はついに共産党との決別を決意、戒厳令を布告して武力によって共産党員を逮捕、虐殺し始めます。上海クーデターです。こうして始まった蒋介石による共産党の弾圧は上海にとどまらず、広州や南京などの各都市でも行われ、多数の共産党員が逮捕、処罰、処刑されることになりました。もはや国民党と共産党の分裂は決定的になった、そう考えた蒋介石は共産勢力を排除した南京国民政府を設立し、共産勢力の残る武漢国民政府に対抗します。こうして国共合作は崩壊したのです。その後統合が進み、国民党と共産党は完全に分離。こうして中国は方天派の張作霖が掌握する北京政府、共産党を排除することに成功した蒋介石が実権を握る南京の国民政府、そして農村地域を拠点にしながら再起を伺う中国共産党という勢力配置となっていきました。